らっしゃいませ。よろしくお願いします。お疲れ様でした。よろしくお願いします。お疲れ様でした。よろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。やらせてもらう。どなたが相手かしら。覚悟しな。はい、おしまい。See?
ますわ。リアライズ。さてと、じゃがり始めます。やらせてもらう。どなたが相手かしら。覚悟しな。これは一体何が。よし、ヤタガン洞窟に到着だね。いいかティアラ、俺とアリウンは過去の時間の中でお前と一緒にヤタガン洞窟へ来たことがある。だからお前は黙ってついてくればいい。俺がこの中で起きることを知ってるかどうか見学して判断すればいいんだ。ずいぶん自信があるのですね。当たり前だ、事実なんだからな。大体お前みてえな何の役にも立たない女、俺様が騙して何の得になるってんだ。俺の言ってることが正しいと分かったら手間取らせた詫びに俺様の奴隷になるよ。もうひどい。でも胸が高鳴るのはなぜでしょう。ティアラは何度出会ってもこのキャラなんだね。とにかくお言葉に甘えて私は見学してますわ。お二人ともキビキビ働いてくださいね。なんか嫌な感じなんだよな。よっ、それはっはっえいはっはっえいはっはっえい。まさかファングさんがここまでお強いなんて。正直驚きました。俺にとっちゃとっくの昔に倒した敵ばっかだ。今さら相手になるか。
どう？ちょっとは私たちのこと信用してくれた？確かに道もよくご存知のようですね。でもそれだけで信用するわけにはいきません。情報を得る手段はいくらでもあるのですから。くそー、おたぐり深い女。まあ見てな、もうすぐフューリーの場所だ。そこに行けばわかるさ。どなたが相手かしら。さてと、行きますわ。んじゃ、これから起きることを説明してやるぜ。よく聞けよ。ファング大丈夫？ちゃんと覚えてる？バカにすんな。覚えてるに決まってるだろうが。まず、このフューリーを抜くだろ。そうすると溶岩がこう、ガーッと流れてくる罠になってんだよ。こういう古代遺跡は罠が多いからね。そうそう。ねえ、ちょっとしっかりしてください。この岩が制御装置となってるんだってば。制御装置を発動させれば溶岩が止まる。そこにボスが出てくる。今言ったことが実際に起きればティアラも俺を信用せざるを得ないだろう。確かにそうですよね。古代遺跡に罠が仕掛けてあるのは定石ですが、戦学そうなお二人がそんな勉強をしているとは思えません。ことをそこまで正確に把握するには実際の経験がなければ不可能です。うん、なんか引っかかるところもあったけど、やってみよう。よし、じゃあ抜くぜ。本当に溶岩が。岩の制御装置発動させるよ。えい、止まりましたわ。ほらね、本当だったでしょ。ええ、一体どんなトリックを使ったのか聞きたいところですけど。ああ、もうまだ疑ってんの？おっと、ごちゃごちゃ言ってる暇はないぜ。次はボスのお出ましだ。私もお手伝いしますわ。おめえは黙って見てな。行くぜ、アリ。うん。鬱陶しいぜ。覚悟しな。テンション上がってきたぜ。
かり。さてはいけろ、いくぜ。やらせてもらう。エアロイズ。力が。やらせてもらう。やらせてもらう。やらせてもらう。どうだ。楽勝楽勝。やっぱり1回目に比べると起きることが分かってる分余裕だね。分かったかティアラ。お前は俺たちと行動を共にしていたが、俺たちだけが未来から今に飛ばされ、お前と再び出会った。俺はお前に関することもいろいろ知ってる。もう認めるしかないだろう。そのようですわね。やっと受け入れてくれたみたいだね。不思議ですわね。私は間違いなくお二人と初めて会ったのに、あなた方は私を知っている。妖精の力で時間を超えるなんて聞いたこともありません。それだけ私が優秀ってことかな。溶岩の罠があっただろ。あれはもともとティアラが岩の制御装置を見つけて解除したんだ。古代遺跡には罠が多いっつうのもお前の受け売り。確かに私はその知識を持っています。溶岩が流れ出したら制御装置を見つけるのも容易でしょう。あれはティアラの活躍だったよね。なんだかんだ言って私たちはティアラを頼りにしてたよ。一言多いのがムカつくけど。んなわけで俺たちはティアラを嫌ってこと知ってんだ。だからお前も遠慮なんかすんなよ。ずっと一緒に旅してきた仲間と思っていい。ティアラに限っては少し遠慮してほしいとこもあるけどね。とりあえず宿に戻るか。いろいろ思うとこもあるだろうしな。お、ファングが珍しく気を使ってる。バーガ、俺はいつでも神経すり減らして生きてんだ。全然そうは見えないけどね。お、気のせいかな。よ、少しは頭落ち着いたか。はい、おかげさまで少しは。それよかった。アリンのやつ、お前と小付き合ってないと俺への小言が倍増すんだよ。アリンとお前がキーキー言い合うのを遠目で見てんのが俺のポジションなのに。私とアリンさんはいつも喧嘩していたのですか。ああ、仲悪かったなお前ら。女っつうのは基本的に仲悪いのな。そうかもしれませんね。私同性には嫌われる方ですし。なんかわかる気するわ。ファングさん、お聞きしたいことがあるんです。なんだよ。ファングさんは私のことどこまでご存知なのですか。それ前も言ったような気するけどな。フューリーを集める目的は世界平和。お上品ぶってるが腹黒くて切れると怖いってよ。それだけですか。なんだよ、もっと褒めろってか。
いえ、そうではありません。例えば私の血について、私は何か言っていましたか？血？知らないならいいのです。ちょっと聞いてみただけですから。まあ、アリンが言ってた通り、ティアラは頼りになるやつだったぜ。俺にはない知識もたくさん持ってたし、なんつうかしっかりしてるっての。他の女だったら本気でムカつくこともお前がやると憎めないんだよ。ひょっとして私とファングさんはお付き合いしていたのですか？はあ？誰がお前なんかと。あら、違うんですか？ほっとしました。いきなりとんでもないこと言うんじゃねえよ。どうやらファングさんの片思いだったようですわね。なわけねえ。私はファングさんやアリーさんと何をお話ししたのでしょうね。行動を共にしていたということですが、なぜファングさんたちだけが過去に飛ばされ、私は取り残されてしまったのでしょうか？それは。私はその場にはいなかったのですか？いや。いたのだったらどうして？未来で何が起こったのですか？何か重大なことが起こったのではないのですか？そんな質問攻めにされてもわかんねえよ。それに未来のことは過去の人間に教えちゃいけないって決まりなんだよ。そんな決まり誰が作ったんですか？誰とかじゃねえよ。モラルだモラル。軽々しく未来を教えたら世の中大変なことになるだろうが。モラルなんて言葉、ファングさんに似合わなすぎて泣けてきます。うっせえな。とにかく教えることは何もねえぞ。教えられないようなことが起こったんですね。どんなくだらない未来でもモラル上教えられないね。なんだよその目は。別に何でもありません。教えていただかなくとも自分の未来くらいわかります。どんな未来だ？決まってます。私のことですから、女神復活を成功させ、世界平和を実現し、お金持ちと結婚して幸せな家庭を築いていることでしょう。いや、そこまで未来のことは知らねえよ。でもまあ大体当たってるよ。ティアラは幸せになる。それだけは保証してやるよ。やっぱりそうですのね。はあ、よかった。さすが私です。はいはい、よかったな。んじゃ俺はそろそろ寝るわ。お前は俺が守ってやる。今度こそ絶対に。ん？何かおっしゃいましたか？早く寝ろっつったんだよ。睡眠不足でカリカリされちゃたまらねえからな。カリカリなんて生まれてこの方したことありませんから、ご安心を。おやすみなさい、ファングさん。おやすみ。アリン、ティアラの様子をどう思う？ヤタガン洞窟では混乱してるように見えたけど。そりゃ混乱もするよ。いきなりあんなこと言われたらさ、私だって過去の時間に飛んだことがまだ少し信じられないくらいだよ。確かにな。だがティアラとの出会いも、それからの出来事も、俺たちが経験したのと全く同じだった。もう間違いねえだろ。ティアラに未来で何が起こったのか聞かれた。行動を共にしてたなら、どうして私たちだけが過去に飛ばされ、ティアラはそうならなかったのかって。それで、なんて答えた？ティアラが死んだからだ、なんて言えないよ。適当にごまかしておいたけど、いつまで待つか。それでいいさ。俺は一度ティアラを守りきれず死なせた。だが二度目はねえよ。今度は絶対にティアラを死なせやしねえ。だから言う必要はない。誰だって自分が死んだ話をされたら嫌だろ。ファングはティアラが大切なんだね。ティアラだけじゃねえよ。俺実はアポローネスの妹に会ったことがあるんだ。確かエミリっていう名前だった。アポローネスの妹？ああ、エミリはアポローネスの仇を探して旅をしていた。まだ遊びもあってていい年頃だったのに、復讐なんて理由で自分の時間を止めてんだ。
結局俺はアポローネスを殺したのは俺だと言えなかった。エミリーに憎まれるのが怖かったからだ。それはファングが悪いんじゃないよ。アポローネスのことはああするしかなかった。妹さんにだってファングがやったと言わない方が彼女のためだったよ。いや違う、俺の弱さだ。敵にだって家族も仲間もいる。俺と同じ人間なんだってことから俺は目をそらしてた。それを理解すんのが怖かった。ファング、戦う相手を敵通記号でしか見てなかった。でもそういうやり方はもうしねえ。それじゃあどうするの？敵を倒さなくちゃ前に進めないことだってある。簡単だ、仲間にしまえばいいんだよ。敵を仲間に？この俺様のカリスマ性があればたやすいぜ。いい例がガルドだ。あいつは俺に惚れて仲間になったんだ。まずちょっと敵に俺様の強さを見せつけてやってたな。命は取らずに手を差し伸べてやる。決め台詞は消えるはずだったその命、俺のために尽くしてみろかな。かっこいい俺様を前に誰でも尻尾振って仲間になるに決まってるぜ。いや、ガルドが特例なだけで。そうすりゃ一石二鳥。ティアラを守れる確率も上がるし、女神復活の近道にだってなる。どうよ、天才だろ。なのか天才なのかはっきりしろよ。どっちも同じようなもんでしょ。だい、笑いすぎだろ。ごめんごめん。でも真面目な話、すごいよファング。その発想はなかった。無謀だけどファングなら本当にできる。そんな気になる。やっと俺の凄さを認めたか。さてはお前惚れたね。うん、そうだね。まだ、なんでそこ肯定すんだよ。キャラ違えだろ。肯定されて焦るなら聞かなきゃいいのに。別に焦ってねえよ。ファング、すごく変わったね。出会った時とは大違いだよ。かっこよくなった。おう、知ってる。ティアラを守るだけじゃなく、生き方まで変えようとするなんてね。ファングがそういうフェンサーである限り、私はずっとそばにいる。一番そばであなたと一緒に戦う。約束する。私はどうなっても構いません。せめて孫の命だけはお助けを。おじいちゃん、うるせえ、ごちゃごちゃ言ってるとあっさり行くぜ。うわ、なんだいきなり。なんだてめえは。僕の何が知りたいのですか。名前ですか。生き方ですか。それとも剣の腕ですか。ありがとうございます。危ないところを助けていただいて、なんとお礼を言ったらいいか。お兄ちゃん、ありがとう。礼には及びません。おけがは大丈夫ですか。はい、おかげさまで。そうですか、それはよかった。このヒューリーは僕がいただきます。おじいちゃん、やだ、おじいちゃん。無味乾燥の不毛の地、今や世界はこの砂漠の地そのものです。人々は乾き飢え、正義を失っている。僕が
この世界を変えてみせましょう。このようにね。パンツ。なんだよ急に。ああごめんごめん、ヤタガン洞窟の次に行ったのって確かカダカス洞窟でしょ。今日はそこに行くわけだけど、あの時すごく寒かったじゃない。ケイトのパンツ履いていった方がいいんじゃない。一体どういうことです。前回カダカス洞窟へ薄着で行ってすごく寒かったんだよね。本当に死にそうになっちゃったんだ。だから今回は重装備の方がいいって話よ。本当ですか。お二人ならともかく、私がそんなおまぬけなことをするはずがありませんわ。本当だって、ティアラなんか鼻水だらだら流してたもんね。私は鼻水なんて出しません。出してたもんね、見たもんね、鼻水ティアラ。許しませんわ。ファングさんはどうなんです、見たんですか私の鼻水。忘れた。ファングずるい、めんどくさいからって忘れたふりして。やっぱりアリーさんの勘違いでしたのね。嫌ですわ、ご自分の集体をなすりつけようとしたのではないですか。この鼻垂れティアラ。いいからパンツ買いに行くぞ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。来てやったぜ。かっこいいお兄ちゃん、フェザーでしょ。それじゃあフューリーを探してるんだよね。お得な情報も売ってるよ。あーそういや、ロロとも初対面になるわけか。めんどくせえな。何？どういうこと？なんでもね、今日は情報はいい。ケイトのパンツ売ってるか？もちろん売ってるよ。3枚でこのお値段だよ。相変わらずのぼったくり価格。けっ、仕方ね。一応これから仲間になるやつの分まで買っとくか。相変わらずって、お兄ちゃんたち初めてじゃない。いいからいいから、ほらよ受け取りな。マイドリー、愛してるよお兄ちゃん。お前が愛してんのは俺の財布だろ。光栄に思うんだな。足引っ張ったら容赦しねえぞ。まお前が役立たずでも俺様がいれば負けはありえねえ。これからの俺様の活躍よく目に焼き付けとけよ。いらっしゃいませ。you
うおぉ、なんじゃこりゃ。どうしたのよ、朝っぱらから新聞持って絶叫して。見ろよこの記事。どれどれ。あの有名ラーメンチェーンが巨額の負債を抱えて倒産。あそこのラーメンうまかったのにショックだ。あら、それは残念でしたね。私もあのチェーン店のラーメンは好きでしたわ。なんで巨額の負債なんて。ラーメンだけ作っていればよかったものを節操なくいろいろな事業に手を出したのが原因でしょうね。そっか、欲は出すものじゃないわね。しかしおかしいですね。あなたたちは未来から来たのでしょ。それなのにどうして過去の出来事を知って今更驚くんです。いや、俺は普段新聞とか読まねえから。私に関する個人的なことではなく、社会で起きる大きな事件でも教えていただければ未来から来たと信じられるのですけど。俺たちのこと信じたんじゃなかったのかよ。信じたからこそこうして行動を共にしているんです。しかし今のでまた少し疑ってしまいましたわ。疑り深い女だぜ。おい、アリ、なんかこれから起きるでかい事件でも教えてやれ。人に丸投げしないでよ。確か明日の晩飯はすごくうまかった。個人的どころかただの感想じゃない。確か明後日の天気はピーカンだ。天気予報を見ていればわかります。あとは何だったっけな。もういいですわ。少し興味があったから聞いてみただけですし、どのみちあなたたちを信じることにしたんです。今さら未来から来た証拠を出せなくたって疑ったりしません。これでもあなたたちのことを認めているんですから。ティアラ。あ、そうだ、思い出した。芸能人の足が臭い夫妻が熟年離婚するぞ。どうでもいい話題ばかり覚えているんですね、その頭は。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。入り口に立つだけですげえ霊気だな。おお、なんだ、こんなところにマントが落ちてやがる。落ちているのではなく明らかに置いてあるのだと思いますけど。どっちも同じだろ。俺は俺の意志で運命を切り開く。俺の意志でマントを俺のものにするくらい朝飯前だ。何をおっしゃってるのか全く理解できないのですが。文句あるなら着なきゃいいじゃんか。いいえ、着させていただきます。
洞窟に入る前までがすげえ幸せだった気がしてきた。見たこともないような凄まじい鳥肌が。今なら生姜をすりおろせそうだよ。生姜を入れた鍋焼きうどんになりて。食べたいっていうよりもはやなりたいよね。毛糸のパンツのおかげでケツだけはあったかいけどな。すごいよねこのパンツ。ってこら、手をパンツの中に入れないでよ。まったけー、汚っ。その手で私に触らないでよね。あ、ティアラ、さっきから黙ってるけど大丈夫？私のことは気にしないでください。その鼻声、さてはティアラ、あんだけ鼻水なんてありませんとか言っておいて鼻垂らしてるでしょう。ちょっと顔見せなさいよ。失礼ですわね。言いがかりは許してください。じゃあなんで下向いてんの？ちゃんと顔上げないと危ないよ。うるさいですわね。余計なことを言って無駄な体力を使わない方がいいですわよ。ふふん、転んだって知らないよ。えい、さあ早く開けてみましょう。やめてください。だって本当に滑って転ぶんだもん。意地張って下向いてるからだよ。プップ、下を向いていたせいではありません。たまたま氷で滑っただけです。はいはい、洞窟出たらまずシップ買いに行かなきゃ。メイファング、特用パックのシップを買わずに済むよう気をつけるこったな。ボスのお出ましだ。もらう。行きますわ。私の出番はまだかしら。覚悟しな。メガロイズ！始めます。フェアライズ。前に戦った時より強くなってやがる。それもあるけど、ヒョリーを酷使しすぎたみたい。ファングの戦いに耐えきれなかったんだ。そんなんで折れるなんて根性ねえな。情けねえぞ。どうやらシップは特用を買うためになりそうだね。そんなことを言ってる場合ではありません。フェンサーと妖精をつなぐ絆であるフューリーが折れた以上、お二人が戦うのは無理です。ここは私が引き受けますから逃げてください。んなことできるか。ティアラだってもうズタボロじゃねえか。あなたは良くてもアリンさんは重傷です。パートナーを大切にするのもフェンサーの役目ですわよ。ティアラに心配されたら
力か。なかなかやるじゃねえか、アリ。まあね、女神の一部である私が本気を出せばこんなもんよ。よくもまあこのタイミングで力を発動できたな。ティアラに心配されるのがうざすぎてやる気出たよ。つまりお二人がパワーアップしたのは私のおかげですもんね。あなたたち一生私に頭が上がりませんわね。頭上がらないのはそっちでしょ。助けてもらっておいて。私のおかげだと言ったのはアリンさんです。おかげだなんて言ってないよ。くぅ、この恩知らず。やあやあ、うるせえな。アリンとティアラは憎まれ口叩き合いながらもお互いを成長させてる。それでいいだろ。仲間ってのはそういうもんだ。どんなに性格が違っても意見が対立してもいざとなりゃ助け合っちまうんだよ。いやでもな。ファンが、せっかくいいこと言ってるのに。パンツに手を入れて温めるのはやめてください。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。ああ疲れた。腹減った。なんかこう甘ったるいもんが食いてえな。その願い叶えて神髄ようぞ。おお、部屋に大量の菓子が並んでやがる。ランプの魔人でも現れたか。やあ、邪魔してるよ少年。ハーラ、おっさん。ん、なぜ私の名前を知っているんだい。ああ、いや、その俺はこう見えて妖精研究に興味があってだな。だからお前のことも知ってるんだ。ふーん、君はね。なんだよ、言っとくがストーカーじゃねえからな。ストーカーだなんて思うわけないだろ。面白いね君は。こいつがストーカーされるような玉かよ。俺がいなくちゃゴミ溜めと化した部屋でジャンクフード片手に研究ばっかしてる女だ。ところで君、そのマントはどうしたんだい。ああ、さっき拾ったんだ。まったくありがてえ。それは私が置いといたもんだよ。でもまあいい、こうなったら君にあげよう。このマントはハーラーのもんだったのか。ならお前こそあんなとこで何をしてたんだよ。ああ、私はね。騒がしいけど何かあった。あ、ハーラーとおっさん。おや、君も私を知っているのかい。おいおい、俺はおっさんじゃねえぞ。ファングさんとアリンさんのお知り合いなのですか。ややこしくなるからお前は口挟むな。シッシッ。そんな虫けらを払うような手で。ドキドキ。まあいいか。私を知っているなら話は早い。ご存知の通り、私は妖精研究家のハーラー。こっちはパートナー妖精のバハス。いきなり部屋で待ち伏せなんかして悪かった。実は折り入って頼みたいことがあってね。そんなことよりこのスイーツ食べていい？いいよね。よかったもんね。いただきます。ジュリーズ、アリン、これは俺のだ。もももももも、やっぱりうまい。このミルフィーユの生クリームと生地の黄金比、フルーツのみずみずしさ、とろける舌触り、たまらないよ。こっちのフォンダンショコラはもっとうめえ。焦げ目のついたほろ苦い生地と中から出てくる濃厚なチョコレート、生地の重厚感とチョコレートのトロトロ感のギャップもたまらねえ。ちょっとお二人とも、勝手に人様のものを食べるなんていけません。そしてその無駄にうまい食レポはどこで身につけたんですか。嬉しいね。そんなに喜んでもらえると作りがいがあるってもんだ。ハーラーのやつはこの俺の料理を食っても全然感動しやがらねえからな。あいにくと味音痴なもんでね。そこのお嬢さんも食べたらいい。私は構わないよ。そうですか。ではお言葉に甘えて。フォンダンショコラは俺んだぞ。では私はマカロンを。どうだ。すごい、とっても美味しいです。それに美味しいだけじゃなくて、すっとお腹に馴染んでいくような感じです。いいとこに気づくな、ジョーちゃん。俺の料理は素材も厳選されてる。体に悪いもんは使わねえ主義だ。へえ、そうなのか。そうなのかって知らなかったのかよ。まったく宝の持ち腐れだな。はん、まあうまい。こんなことの繰り返しなら何度だっていいよ。でも妙じゃない。ドルファの立食パーティーはどうなったの。いやしいな、てめえは。食い物のことばっかか。そうじゃなくて、私たちがハーラーと知り合ったのは
ドルファのパーティーでシャルマン様と出会った後だったじゃない。そういやそうだったな。ティアラ、お前宛にドルファの立食パーティーの招待状は来てないか。招待状？いいえ、来ていませんけど。ドルファホールディングスのパーティーなら中止になったと聞いたよ。どういうことだ。考えられるのは一つだね。ファングが時空を超えて過去に戻ったために、それが得意点になった。得意点の影響で過去が変わり始めてるんだよ。君たち、お取り込み中悪いけど、そろそろ私の要件も聞いてもらっていいかな。聞くだけ聞いてやっから勝手に喋りな。それはありがたいことだね。実はザワザ平野にフューリーがあるらしい。だがそれがドルファの幹部に守られていてね。ザワザ平野、アポローネスだね。彼のことも知っているのか。君たちはかなりの情報通らしい。私の要件とはそれだよ。力を合わせてフューリーを手に入れたい。なんで俺がそんなことしなきゃなんねえんだ。お断りだね。やります。女神復活のためには避けて通れない道ですもの。チッ、やっぱこうなるか。ザワザ平野に行くのはいいけどさ、ハーラーの目的は何なの？ただ協力してくれるだけじゃないよね。私だってフェンサーの端くれ、腹の黒そうなドルファより君たちのような若者にフューリーを集めてほしい。世界平和のためにというのはもちろん建前だ。君たち、先日カダカス氷窟にいたね。いたけど。最近のことだ。これまでにない強大な力を私の陽性力測定器が観測した。それは見事な数値だったよ。私はどんな陽性なのか気になり、その反応の持ち主を探していたんだ。それって多分ファングと私が過去に戻った時のことだ。そしてたまたまカダカス氷窟の中を調査しようと思っていた矢先に、やってくる君たちを見かけた。ここいらでは見ない顔だと思ってね、ちょいと気になったんだよ。そしてカダカス氷窟の中で強大な力を私の陽性力測定器が観測した。カダカス氷窟というと、折れたフューリーがアリンさんの力で進化した時ですわね。進化か。それは大変興味深い。先日計測した数値ほどではなかったけれど、今回も見事な数値だったんだ。私はこれほどの妖精力を発揮したのがどんな妖精なのか、ますます興味が湧き、君たちの後をつけた。それでこの宿を見つけた。ああ、マントは君たちが軽装に見えたんで、私からのささやかな支援のつもりだったんだよ。へえ、そりゃありがてえな。よく考えるとお前の方が俺たちをずっとストーカーしてたってことかよ。ハーラーらしいって言えばらしいけど、ちょっと怖い。狙いは私なんだよね。怖くないよ、おいでおいで。なんか前より目つきが怖い。冗談はさておき、私は君の、ファング君の妖精の力を間近で見たい。それだけなんだよ。正直に言うと、世界平和なんてどうでもいいし、正義が何かもわからない。こんな人間を仲間にするのは嫌かい？俺は構わないぜ。なんというか、こういうのは慣れてるからな。ファングがそう言うなら仕方ないよね。ありがとう、そう言ってもらえると嬉しいよ。道中は俺の手料理をたんまり食わしてやる。おめえらの食いっぷりは気持ちがいいや。はいはい、これからも頼むぜ、おっさん。相手はドルファだ、気をつけていこう。ところでファング君の妖精、名前は何と言ったかな。アリンだよ。アリンちゃんか。
アリンちゃんの身に何かあったら大変だ。この綺麗な体は私がじっくりと調べ上げたい。ちょ、いやらしい手つきで触らないでよ。実に興味深いよ、アリンちゃん。君の奥の奥まで私に見せてもらうからね。このマッドサイエンティスト、近づかないで。なかなかにぎやかになりそうですわね。犠牲になるのはアリンだけだ。俺たちは無償でバハスの飯が増える。アリンさん、成仏してください。思いつきました。おお、そいつは名案だ。すごい。まだ何も言ってませんわよ。いいことっていう前振りでいいことだったことはまずねえ。本当にいいことなんです。お二人が未来から来たのなら、未来で起こる事件や事故のこともご存知ですよね。それを世間の人に知らせれば、被害を未然に防ぐことができるのではありませんか。お前、空気読めよ。未来から来た奴がいるって状況で聞くなら、競馬の大穴とかだろ。何真面目ぶってんだ。俺たちはギャグ世界の住人だぞ。ギャグ世界の住人はあなたたちだけです。私はなった覚えはありません。まあまあ、堅苦しいことばっかり考えてないで、もっと気楽に行こうよ。いっそのこと、女神復活のことも全部忘れちゃってさ。おお、それがいいな。そうするか。え、何を言い出すんですか。ちょっとおかしいですよ。俺たちは何もおかしくない。というわけで、一番ファーング歌います。イエーイ。お二人とも、どうしてしまったんですか。うたた寝していたようですわね。よだれ垂れてたぞ。垂らしてません。なんかうなされてたみたいだけど。私、夢でいいことを思いつきました。お二人が未来から来たのなら、未来で起こる事件や事故のこともご存知ですよね。それを世間の人に知らせれば、被害を未然に防ぐことができるのではありませんか。空気読め。まさか、まさゆめ。俺たちがニュースの内容とかいちいち覚えてるわけねえだろ。そっちですか。はあ、これが本当のファングさんでしたわね。むしろ安堵した自分が悲しいですわ。Thank you.
開始だね。やらせてもらう。どうだ、覚悟を。さて、さて、やらせてもらう。始めます。フェアライズ。切りなさい。はい、行くよ。アタックエフェクト。頼んだよ。出てこい。もうちょっといたわれよ。はい。行きますわ。覚悟しな。さて、どなたが相手かしら。さてと、測らせてもらおう。諦めませんわよ。行くぜ。寝てろ。いらっしゃいませ。
ありがとうございます。得意点の影響ってどんな風に出るんだろう。喧嘩のコツを教えてくれだ。舐めた質問する東四郎に教えてやることなんじゃねえよ。前に味方だった人が敵になったり、敵だった人が愚民ども、命が惜しくば我の前に出ん。敵を味方にしようって着眼点は悪くねえよ。でもな、作戦の要がカリスマ性ってなんだよ。バカか、バカなのか。ハーラーは研究熱心だね。ものすごく熱心にアリンを観察してるよ。そのうち本当に解剖しそうな勢いだね。いや、冗談だけどさ。なんかあれこれ動き出す予感が半端ないね。あれこれって何かって、そりゃあれこれはあれこれだってば。敵を仲間にすることは危険と困難を伴います。パン梅、甘いことを言うやつよ。しかし、あやつのカリスマ性だと。カリスマ、それうまいか。すでに未来は変わり始めているようです。情に熱いのはいいが、敵を懐に入れるのは危険ではないだろうか。敵を殺さず仲間にすることは殺すより困難だ。あんたバカ、世界平和なんて夢物語、実現するわけないでしょ。あんたも本当に甘々の甘ちゃんね。敵を殺さず仲間にすること。あ、世界平和のために頑張りましょう。漠然とした目標ですが。パングのやつ、悪者の心を入れ替えさせて仲間にするらしいぞ。敵殺しちゃダメ。敵カリスマ性、確かに彼には人を引きつける何かがあるわ。でもそれを自分で言う。敵を仲間にするとは古典的だが悪くない発想だ。どこまで行けるのかお手並み拝見といこう。もしかして私の華々しい武勇伝を聞きたいのか。いいぜ、太巻
き事件とゆで卵事件とひよこ豆ピヨピヨ事件、誰がいい？ねえねえ、得意って